とこ4階っすね。 C 何でしたっけ。 C の4階ってことだよね。あの辺にいるんちゃう。ああ。何でしたっけ。アルファベット言ってましたね。あれ、あ、ちょっと、え、違う。C。ああ、あった。前におるやん。いや、絶対カズ君喋らんやつですね。え、カメラ回してたら喋らんか。カメラ回したら急に喋らん。いやーみたいな。いや合流します。合流します。やっとお疲れ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 っす。久しぶり。出た。でかくないわ。でかくないわ。久しぶり。とりあえずさ、スーツケース預けないといけないから、スーツケース、うん、預けちゃって、預けなしやって。そう、ごめん。そういうことね。なんかめちゃくちゃ訳分かんなくて、うん、後でやればいいやと思ったら、めっちゃごめんね。いや、預けよ。うん、じゃスーツケースだけ預けて、うん、荷物持って。はい。これで無事なんとか行けそうですね。ああ、うん、飛行機の乗る前は塩分さっき言ってたみたいに気をつけたりとか、うん、一切何も食べないの、カズ君。こんな長時間のフライトはしたことないから。あ、だけど自分の経験談でやっぱ19年にコリア出た時に、うん、爆食い小助君としてさ、で、あのあとほら飛行機乗ったじゃん。もうめちゃくちゃ足パンパンになってついあっち着いたらもう、なんていうの、ちょっと足痛い、歩けなかった。そう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 、だから気をつけとこうかなって感じ。 あれちょこちょこ あれ起きて動いた方がいいで。そうだね。あ、飛行機ないですか。へえ、うん、足むくむから。あ、ちょっとトイレ行くようにして。はい、あ、うん、結構調整でそれむずいっすよね、うん、飛行機、うん、でそれでまた時差ボケとかなったら、まあ、今回はないですけど。そうそうそう。行ってきます。長旅行ってきます。それでは間もなく出発いたします。皆様良い旅を。これつけて寝ます。5時間。そうですね。ドアモードマニュアルに変更します。もういい。もういい。オッケーです。私が行くんだよ。いやいや。無事到着で。よいしょ。行きますか。行きますか。はい。よし。とりあえず
タクシー乗り場へ。You don't can walk. Ticket number not part you. Ticket. Okay. No, ticket now can walk. Ticket to you. When? When? Oh, when? Me total when? Put when? When come? Okay. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Check ticket number. Now you look. See? What number? I see you. Okay. Wait there, guys. Two one, guys. Me wait there. My guy going to get a big one. Man.全然わからん。ここはタイヤで。ノーエレクティックなって。あ、サンキュー。five people. How many left here? How many left here? Five. Five left here. And so three.Yeah, true. Because, okay. Yeah. Okay. Yeah, around 6 to 7. You pay follow the meter. Highway today is holiday. Okay. It's highway fee. Okay. Yeah. Plus this no, no, fee. No, fee the highway. Fee. Yeah. Because today is holiday.到着しました。到着しました。なんちゃらホテルです。ターミナル21 21。小銭が多くなりそうやな。こちらは右から秋葉選手。はい、はい、こんにちは。はい、はい、あ、2人ともスポーツをして はい、3 3 3 yeah, you have free passport. Yes. パスポート。パスポート。どうです。これがあのタイの鶏胸肉です。はい、ちゃんと皮なしで売ってるから、はい、すごいですね。優しい優しい。そうです。で、一応なんか大地君とマサルさんとそうだね、もう行こうか。ベッドいいね。これあのちょっとあれ恒例のやつやらなかった。はい、恒例のやつ。ふっ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 。ちょっと怖かった。ひっくりいいね。いいっすね。いいやん。ちゃんと電子レンジついてんのは大きいですね。これだけが慣れづかみ。お風呂も綺麗。シャワーがあって、シャワールームがあって、浴槽も。荷物あったら持ってくるって。うん、ちゃんとシャンプー。あれ、
これじゃあ映える写真撮りたくない。ん？チキンと米を撮りたくない。ああ、そうだね。うん、わかりました。あ、文房具じゃあ米待ちやねんな。そう、米待ち。入ってきたところか。これ右側だ。で、右側だ。これさ、回った度に跳ねる。そうですね。あ、これステーキ屋さん。めちゃくちゃいい感じの。ここで食べたい。はい、食べていいですか。全部タイ米。あ、確かに。タイ米って美味しいよね。これ麺、これ麺。あ、ね、プロテインとかがすごいっていう。まあ、すごい大きかったし。そう。絶対誰か置いたやつ。冷凍の。冷凍でいいのか。どうぞ。え、どうぞ。ありがとう。マンゴーって。これは？なにこれ？これ気になんない？なにこれ？なんか楽しいな。うん。負け？ないの？スーパーマーケット？あ、トップスマーケットやっぱ時間が。え？お買い物できた、ちゃんと。賢い。あ、フードランド24時間だけど、750m。走りエレベーター、走りエレベーター。心細い、センキューやんか。走りじゃないんか。フォーク。
フォーク。違う、チョップスティック。イエス、チョップスティック。四つちょうだい、四つ。ゴテゴテの関西の時代になって。ありがとう。お気に。世界共通やから。そうですね。ニュアンスで分かってほしい。バリメガネ曇る。曇りました僕も。僕もじゃないです。カメラ曇りました。カメラ曇った。カメラ曇った。カメラ曇って、まあ、バリラがあんやん。はい、はい、というわけで、ホテルに今入ってきて、はい、コンビニ行って。あの食べ物持ってきてないんでちょっとコンビニご飯を調達してきたんですけど、はい、なんか美味しそうなのを適当に買ってきました。そうですね、うん、結構でもいい匂いしますもんね。いや、いい匂いする、いい匂いする、うん、ただちょっとあのタイ語がもう一切分からへんからタイ米ですかね、うん、もう見た目でこれは多分チキンとライス、うん、これもチキンとライス、照り焼き照り焼きチキンですね。で、ちなみに、はい、あのカズキは今あの調整食を食べてます、はい、これは何ですか。胸肉です。胸肉だけですか。はい、胸肉に味付けはなし。なしです。もはや、こっちがタイ料理みたいにと、キュウリと、キュウリはあっただけです、うん、漬物ですね。へえ。うわ、これめっちゃいい匂いする。うわ、匂いやばい。なんか匂いがすごい。チキン玉でちゃうわ。何？何か言おうかな。全然。じゃビビンバ。ビビンバみたいな匂いする。これがなんか何やこれ。あ、ヌードルって麺ってことか。すごい。なんか変わった麺ですね。なあ。太い。ちょっとこれ一回食べてみよう。それ一番美味しそう。でもこれチキン。どんな味ですか？ん？何に近いとか。辛っ。あ、辛いんですか？めっちゃ辛い。え？マジ？辛いの苦手ですか？あ、なんか、あー、匂いが辛い。うまいね。めっちゃ辛い。あとからめっちゃくる。辛っ。ほんまに辛いやつですね、辛っ。香辛料じゃなく、ガチの辛っ。めっちゃ匂い辛い。ちょっとこれだけで食べてみて、はい、結構僕多分好きです。めっちゃ、いや辛っ。冗談抜きで、あー、匂いが辛い、うん、置いとけばいいんじゃない。辛っ。二人して置いとけばいいじゃん。で、取っとけばいい。大事。なんだろう、その普通だけで笑うんですか。いや、これはちょっと、うん、あっとっからくる、うん、一気に。あ、めっちゃ辛いです。めっちゃ辛いやろ。見た目とは裏腹に、はい、うーん。あ、これなんか唐辛子系の種が入ってますね。ああ、鷹の爪。あ、そう、あ、いや、これは辛い。あ、それ食ったんかな、俺。ピント合ってます。食べてみて。さあ、行ってみよう。辛っ。あ、来た、辛い。来た。めちゃくちゃ辛い、これ。辛さ伝わらんけど、これ結構辛い。うん。でも、美味しいですね。ちょっと次、行ってみよう。はい。これ濃い系の味食べたらちょっと分からなくなるからな、うん、これなんか普通に牛丼っぽいよな。タイ米それ。いや、白米じゃないこれ。うん、美味しい。普通に美味しい。普通に、なんか日本のやつより美味しい。あ、でもタイ米やな。ちょっと硬い。米食べてみるよ、ちょっと。そうだね。タイ米の方がカロリー低いやろ。あ、これタイ米じゃん。うん、細いね、な、ちょっとタイ米の方が。あ、めちゃくちゃうまいこれ。うん、食べれるんだな、うん、もういい。うん、
これは照り焼きチキン間違いなく。これは世界共通ですね。照り焼き、うん、ジャパン照り焼き、うん、うま、うん、あ辛い、めっちゃ辛いですね。マジこれでちょっとスーハーするやつ、うん、これも辛いわ絶対、同じの入ってる。一気にいっちゃおう。タイって結構辛いやつ多いですよね。そうなん、俺無理かもタイ。いや、辛いわこれ。辛いですか。漏れなく辛っ、辛っ。え、そんな辛いんすか。めっちゃ辛い。え、漏れなく俺選んだやつ両方辛いセットやった。え、辛い苦ですか普段は。いや全然大丈夫ですか。好きじゃん、得意ではない。ああ辛っこれ。僕全然いけるんですよ、食べますよ全然。じゃこれさっきのより辛い。やばい、これ赤いの入ってるじゃないですか、だって、うん、食べて。はい、食べます。この種も入ってるしね。死ぬほど辛いそれ。うわ変わった匂いする。見た目はな、うん、ちょっとビビンバっぽくて、はい、美味しそうやねんけどな。うん、辛いを除くと何味なの。いやほんまちょっとビビンバっぽい感じ。はい、うん、だからちょっと変な匂いするな。そうっすね、うん、あー辛っ、後々くる。めっちゃ辛い。これは後々くるな。あげるわ、高い色。はい。全然取れました。マジで。全然いけます。バカクソ辛い。うーん、このこれだけ食べてほしいくらい。やだ、辛いの食べれないもん。あ、そうなの、苦手。うん、そうやったな。辛で、トータルこれとお水とか買っても2000円いかんから、うん、安い。あ、これ食べて、はい、これで口直したい、ね、これはなんか僕の彼女一押しのお菓子ですね。美味しいらしい。最近ちょっと食べてんけど、なんかこれが多分パイナップル。そうですね、なんかジャムみたいな。すいません、すいません。うまっ。カズ君は鶏胸いつもそうやってそのお湯というか、うん、は流すやんな。うん、まさか僕にインタビュー来ると思わなかった。するやろ、主人公やねんが。もちろん俺がタイの大会来たわけじゃない。いや、なんかそれのレポートで終わるのかと思ってた。いやいや、終わらんやろ。それしにわざわざタイ来る。うん、食のレポート怖いやろ。これは今日の動画で、うん、いや、とりあえず今日は着いて、はい、ホテルにチェックインだけしたみたいな。そうですね。で、もう今1時やから、ほぼ移動っすね。そうそうそう、ほぼっていうか、今日1日移動っすね。で、明日はちょっと先週登録があるらしいんで、はい、その様子を、はい、撮っていけたらな。明日からですね、いよいよ、うん、ホテルにジムもあるし、プールもあるしね。楽しみ。プールはな、はい、プールだったらいいかもしれないな。プールで大会までにプール入ったもん。気持ちに余裕があればね、うん、疲れへんかったら、うん、はい、じゃあ一日お疲れ様でした。まあ、そんな感じで。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、明日からまたよろしくお願いします。 See you。 コップンカーですね。コップンカー、オープンカー。オープンカー、この温度差ね。